それでは君の報告をもう一度復唱してみようか。ではメタルギア頼むよ。はい、それでは私が記録した映像を流します。ギブスンからの連絡を受けた君たちは M 地区の工場跡へと直行した。ギブスンはその工場跡地内で何者かに殺害されていた。死体から検出した毛髪、皮膚組織により男女2名のスナッチャーによる犯行と推定された。一方、ギブスンの調査内容を記録したフロッピーディスクよりスナッチャーの重大な弱点が分かった。ギブスンはそれを知ったために逆にスナッチャーに殺されたらしい。スナッチャーの弱点、つまりそれは本物の人間との相違点にある。彼らの人工皮膚は紫外線に弱く、長時間当たると眼化する。一種の悪性黒色腫のようになるのだ。そのために彼らの行動範囲、活動時間が制約される。つまり日照時間の短い真冬の、しかも夜に限られる。少なくとも彼らの人工皮膚が定着するまで半年はかかる。彼らの弱点はこの半年間、紫外線から身を隠す必要があったのだ。ギブスンはその事実を元サイエンスコップとしての才能を生かして突き止めたに違いあるまい。そのために真冬のこの時期でさえも日焼け止め、サンスクリーンを塗っていた。以上のことにより彼らの存続には欠かせない一つの条件が必要となる。それは彼らの癌化した人工皮膚をメンテナンスできうる施設病院である。そしてギブスンはそのメンテナンスを行っている病院を見つけた可能性がある。ギブスンの足取りを追うべく、彼の胃袋内に残っていたクジラの肉からクジラ料理を唯一食べさせる店、アウターヘブンへと調査は進展した。店の踊り子イザベラ・ベルベットの証言により、ギブスンが追っていたという男のモンタージュ写真を作成。出来上がったモンタージュ写真を本部のマザーコンピュータ、ガウディと照合。モンタージュ該当者、ユアン・ロドリゲス、フレディ・ニールセンの2名が捜査線上に浮かび上がる。そのうちユアン・ロドリゲスはその皮膚の焼け具合により白と判定。彼の皮膚には悪性黒色腫は認められなかった。リギッドスカイの件は麻薬取締特捜課に引き渡す。その後、フレディ・ニールセン家の家宅捜査により大量の日焼け止めを発見。ニールセンの妻リサ・ニールセンがスナッチャーと判明、処理。ギブスンの爪の間から摘出された皮膚細胞はリサのものと分かる。フレディ・ニールセン、同じくスナッチャーと判明、処理。ギブスンの手に握られていた毛髪はフレディのものと分かる。ギブスンはリサとフレディの2人のスナッチャーにやられたことになる。問題はリリアンを助けたこのバウンティーハンター、ランダムハジル。バウンティーハンターの登録時に記されている各データは全て嘘のデータで実在しないと分かった。果たして敵か味方か。バウンティー料の振込口座からは、バウンティー用の共通口座だ。そこから他へ移されて手がかりはない。あ、メタルギア、ありがとう。さて、これからが本番だが、ギブスが追っていたスナッチャーの病院、そこを叩けば奴らのスナッチ進行を食い止められるかもしれない。あるいはカルテらしきものが発見できれば、わざわざスナッチャーを探す手間が省ける。手がかりはリトル・ジョンのメモリー。そうだ、運が良ければリトル・ジョンのメモリーに何か残っているかもしれない。ナビゲーターはジャンカードの行動を全て記録しているのだ。
万一の時のために。万一の時ね。それが起こったということか。あの、再生できている頃だろう。親父さんのところ行ってみてくれ。それではギリアン、その奴らの病院の捜査を始めてくれ。お、来たかい、ギリアン。リトルジョンのメモリーチップの再生ができたぞ。で、何か映っていたのか。焦るでない。今から再生する。モニターを見ろ。メモリーはほとんど修復不可能なほどに破壊されておった。スナッチャーもなかなかやりおるわい。というと、何も残ってなかったのか。まあ待て、そう焦るな。ワンシーンだけなんとか再生した。映像だけだが、これがどういうことを意味しとるのかわしにはわからん。しかしジャンが体験した一部であることは確かじゃ。いいか、これがそうじゃ。これが何だかわかるかね、ギリアン。ホスピタルオリン、オリン病院、オーリン病院。これがギブスンが探し当てた病院だろうか。スナッチャーらが占拠しているという。ガウディで調べてみるといい。じゃが正規の病院でない場合、データは当てにはできんぞ。このネオ神戸シティには闇の病院は5万とあるからね。もしかしてこのサインは湾曲していて、オリーンの続きがあるのかもしれないな。画像を取り込みました。いつでも見られます。コマンドは持ち物の中の映像メモリーにあります。驚いたでしょ。これはビデオテープです。私今は外出中です。ご用の方はネオ神戸薬科研究所 39-1009 までご連絡ください。どうも驚かせてごめんなさい。バイ。ネオ神戸薬研。あら、ギリアン、どうしたの？